お疲れ様です。先日ですね、コインベースが、まあ、アメリカの証券取引委員会に、まあ、営業を差し止められた件に対してですね、コインベースが今度はね、えー、この米証券取引委員会を提訴したということでございます。それがですね、まあ、どういうふうな、まあ、名目で、暗号通貨の取引所や販売所をやっていけばいいのかっていう規制がですね、明確になってないところをついてですね、まあ、後出しじゃんけんみたいに、規制をするのはやめてくれということだと思いますけどもね、記事を読んでみましょう。 コインベースが SEC を限定提訴ということでございます。米国の仮想通貨取引所であるコインベースは24日、SEC を相手取り、限定的な提訴を連邦裁判所で行ったと発表したということですね。ま,あ、まさにね、今回みたいなコインベースみたいな大手が、 まあ営業制限されることっていうのは私たち投資家にとってもね、ものすごく痛いことなんですよ。まあこれによって暗号通貨の投資が消極的になって、ボラテリィティがものすごく縮んでいったりとかですね。まあ、イーサリアムやビットコインの取引がすごく消極的になってしまえば、せっかくの含み益も損に転じますし、含み損は大損になりますしね。うん、やっぱり SEC にはこれは証券や債券ではないと。 まあ、あの、暗号通貨というね、新しい概念なんだってことを、まあ、認めてほしいなっていうことと、プラス、この暗号通貨の取引に関しましては、まあ、財の取引っていうよりも、物の取引っていうふうなね、扱いだったと思うんですけども、換金性が非常に高くなってきたところに、まあ、これはお金にものすごく近いもんじゃないかっていうふうなね、まあ、後から、そういった立て付けをね、 えー、押し付けてきたようなところもあるんで、この辺をはっきりしてくれということですよね。私たち投資家としても、この辺をね、明確にしてもらいたいなと思いながら、今回の記事を読まさせていただきました。はい、ここにも書いてますけどね、コインベース SEC の決定に対して、正式な、えー、設定で意義を提起し、ルール作成が必要であると主張するということですよね。そのように思いませんかそれでは、お疲れ様です。